タロ散歩チャンネル。ということで、こんにちは、太郎でございます。本日2024年5月5日日曜日、私現在青森県青森市の新青森駅に来ております。いや、実はですね、急に青森方面に旅行がしたくなりまして、それで思い立って、もうすぐに準備して、で地元の駅行って切符買って、そして特急北斗と新幹線と乗り継いでここまでやってきたということでございます。でもう時間が夜10時近いので、まあ、今日はこの新青森駅の近くのネットカフェで泊まりまして、で明日一日ちょっとこの青森あたりを少しいろいろと回りまして、まあ、1日2日ぐらいちょっと青森県回って、そして北海道に帰ろうかなと思います。今回はそんなに1週間かけて旅行とかそういうような大きいものではないです。ちょっと青森寄ってそれで帰るみたいな、そんなような旅行の様子をお伝えできればと思います。では今回も何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで日付が変わりまして2024年5月6日月曜日になりました。連休最終日ですね。実はですね、もう時間がお昼の1時が近くて、今日は昼からスタートになります。でまあ、今日弘前でゆっくり一日過ごそうかなと思ったんですけども、まあ、よくよく考えたらあそこは平日でも
まあ、一日のんびり過ごすことができるので、今日はですね、とりあえず弘前は最終目的地ということにしまして、ちょっとこの JR の路線を使って少し青森県内を移動しようかなと思います。青森県をお得に回るには休日限定のお得な切符があるので、今日はそいつを使って一日青森県内をいろいろ回ってみようかなというふうに思っております。では一日何卒よろしくお願いいたします。まじまじと新青森駅を見たことなかったんですけど、こうして見ると大きい駅ですね。そうですよね、新幹線止まる駅ですからね。それは大きいわという感じがします。ということで今回買った切符はこちらです。青森ホリデーパス、フリーエリアの JR 線とそれから青森鉄道の路線、こちらが1日乗り放題になります。北海道でいうところの1日散歩切符みたいな感じですね。お値段が2520円。とりあえずまずはお隣の青森駅に行きます。ということで青森です。ちなみに津軽線のこれ蟹田行きっていうふうに書いてますけれども、今蟹田行きの列車ってこういうの使ってるんですね。すぐにこちらの青森鉄道八戸行き、こいつが出るのでこいつに飛び乗るということもできるんですけれども、今回はこいつを一旦無視して改札を出ます。青森駅前の商業施設といえばこちらのラビナがありますが、ついにですね、最近こちらの方に新しい商業施設ができたんですよ。その名もアンドラビナ、だからラビナの別館みたいな感じでしょうかね、2号館みたいな感じでしょうかね。そしてこちらの青森駅も昔ながらの青森がひらがなになっているバージョンになっております。もうお昼時っちゃお昼時なので、まずはこのラビナでお昼ご飯をいただいて、それから次のところに行こうかなというふうに思います。アンドラビナの3階にトラウミテラスっていうこういった屋外テラスがありまして、ちょうど今ここに登ってきました。上のだいたいなんかこういう商業施設って食べるところ上の階の方にあるかなっていうのがだいたい定番なので、ちょっと上の方に登ってきたんですけれども、ここに関しては1階にしかなかった。ただね、ここにねサイゼリアがあったりとかスターバックスがあったりとか、なんか割とあちこちで見かけるような全国チェーンもね入ってるので、青森で野菜が食べたくなった時はちょうどここにサイゼがあるので、安く結構いっぱい食べることが今度からできそうです。なんか青森で初めての出店らしいですね、サイゼリア。こっちの新しい方のアンドラビナではなくて、前からある方のラビナの1階に青森食堂っていうお店があるんですよね。で、今日ここでいただきました。ヒラメの漬け丼、青森県産のヒラメを使ったヒラメの漬け丼をいただきました。美味しかった。食べ方としては愛媛の宇和島で食べた鯛めしに似たような食べ方でしたね。次はですね、五所川原っていうところ行ってみようかなと思います。でですね、その列車がね、そろそろ出発するんですよ。どうし、間に合った。結構お客さん乗ってるよ。弘前行き。ということで川辺駅に到着です。でですね、川辺から今度は五所川原方面に乗り換えていきたいと思います。で、時間が7分あるんで、その間にちょっとね、指定席の切符、リゾート品上にしかないんですよ。電車指定席なんで、その切符をちょっと今買おうかなというふうに思うんですけれども、指定席券売機あるかな。普通に指定席券売機なくてこれしかなかったですね。簡単な入場と出場のこれしかなかったです。なのでとりあえずもうね、折り返しのためにちょうど今リゾート白金が来たんで、
もう乗っちゃいましょう。乗って車内で買いましょう。800いくらするんですけどね。よいしょ。3号車の手前に座ってくれと言われました。ということで五所川原というところに来ました。ねぷたの町として売ってるようですね。で次はですね、この JR 線の向こう側にあるこちらの津軽線に乗って途中の駅まで行こうかなというふうに思います。でもですね、あとね30分ぐらいはなんやかんや時間があるんで、まあ、せっかくですから、じゃあちょっとこの五所川原の町でもブラブラしてみましょうかということで、軽く街を歩いてみようかなというふうに思います。で今我々が降りたのがこちらの JR の五所川原。これからちょっと乗りたいのがこちらの津軽鉄道の五所川原で、こちらにはなんか津軽鉄道株式会社のなんだろう、本社の建物でしょうかね、そういうのもありますね。でこちらにはバスターミナル。雨が降ってきたんですけども、まあ、とりあえずはまずは先に切符だけ買っちゃいましょうか。まあ20分ぐらい時間はあるんで、ちょっとこの駅前通りぐらい歩きましょうか。なんか雨降ってきたんであんまり歩きたくないんですけども、五所川原来るのは非常に珍しいんで、せっかくですからね。ただですね、なんか結構シャッター閉まってるんですよ。シャッター街というよりは今日連休最終日なんで、ゴールデンウィークだからお休みしてますみたいな、そういうところが多いみたいです。まあもちろんなんか多少の貸し店舗の張り紙してるようなこういうお店もありますけどね。地方の街あるあるで、休日はお店が閉まってるというそういうパターンですね。五所川原結構街としては栄えてる方ですよね。ここにホテルサンルートなんかありますよ。すいません、もう雨降ってきたんで中に逃げます。まあ、とりあえず津軽鉄道を乗ったらまずは屋根の下にいられますし、で乗り換えも4分ぐらいしかないから、まあ、ほとんど雨に濡れることは列車乗っちゃえばないんですけどね。駅前にこだわらずもう少し範囲を広げて、例えばバス乗ったりとかタクシー乗ったりとか、まあ、いろいろやればいろんな観光名所はあるみたいです。ちょっと今ね雨で諦めましたけれども、ここだけじゃない、今これ歩いてきたんですけども、まあ、さらにもうちょっと向こうに行けばこういった立ちねぶたの館っていうそういった施設もあります。ちょっと入場料かかりますけどね。それからこれには載ってないんですけど、なんか Google マップで見つけたのは、駅の反対側の方に行くとなんかリンゴ並木のあるそういった道もあるようです。もう少しなんか遠くまで足を運べばいろんなもの見れるんじゃないかなというふうに思います。津軽鉄道の五所川原駅の脇にあるこちらの本社ビルの中にあるこのサンジャラットさんで、まあ、ちょっとおやつと飲み物とか買ったんで、それ列車に乗ったら紹介したいと思います。今到着した列車からお客さんが降りてきたので、そろそろ改札するんじゃないかということだそうです。よいしょ。ので駅の中で待ってましょう。ここは津軽鉄道の出口ってなってるんですけども、 JR と共用の通路がありまして、で今度は
JR 線じゃなくて津軽鉄道線の方に乗るという形ですね。雨が屋根に当たってる音がしますよ。あれかな、これに乗るっぽいですね。お客さんはそんなに乗ってないや。でここを降りると、先ほどリゾート白神で降りた JR のホームがあって、で今度こっちの方をまっすぐ行くと津軽鉄道のホームがあるという形ですね。すごいです。なんかすごく地元っぽいのがあって、なんとか富士っていう方が優勝されたんですね。ちょっと私相撲には疎いんでよくわかんないんですけれども。でこっちの方にはディーゼル機関車もあります。冬になるとストーブ列車って言って、すごい古い客車を使って、でその中でだるまストーブで暖房を焚いて、で温まりながら行くみたいな列車があるらしいんですけどね。なんかそういう時期に今度行って乗ってみたいですけどね。とりあえず今回は普通のこのディーゼル機関車ではなく普通の列車に乗っていきたいと思います。金木というところに来ました。4分でもう乗り換えなので、五所川原の方の列車をもう待ちます。じゃあ今度はこれに乗っていきます。津軽五所川原行き。ということで五所川原駅に到着しました。もうね6分ぐらいでこの JR に乗り換えなんですよ。弘前ということで、今度は青森行っちゃいます。また
こちらの快速青森行きに乗って青森に行きまして、でそこでちょっとまた何十分か時間があって、で浅虫温泉に行こうかなというふうに思います。今が5時半も過ぎてるんで、まあ、あと1時間ぐらいしたら暗くなるでしょうというところでしょうか。ということで青森に到着です。今だいたい6時25分なんですけれども、これから今度浅虫温泉の方に行く青い森鉄道に乗りたいんですが、そいつが発車するのがおおよそ40分後なんですよね。7時何分とかなんかそれぐらいの時間になってしまうの で、まあ、また40分ぐらい青森駅で少し時間を潰すことにしたいと思います。まあ、もう列車自体止まってるんですけどね、これ八戸行きの青い森鉄道も止まってるんですけれども、ではいよいよ時間になりましたので八戸行きの列車に乗りまして浅虫温泉まで行きたいと思います。7時8分に出発して7時31分に到着するという感じです。23分。ということでいつだかぶりの浅虫温泉にやってまいりました。今日はちょっと雨がすごいですね。前はねもうすっごい風が強くて雪もすごい猛吹雪の日に来たんですけども、なんかいつか天気のいい風の穏やかな晴れの昼前に来てみたいもんですけれどね。ようこそ入湯の里浅虫温泉に。でこの駅からちょっと歩いたところに道の駅があって、そこに温泉があるんでそこで入ろうと思います。駅前には足湯もあるそうですけれども、今日はちょっとパスしまして、それでもうすぐここですね、ここのお風呂に今日は入っていきたいと思います。あ、今日はねでも風が強くないから、雨も ひどくはないけど、まあ濡れるっちゃ濡れますけどもひどくはないんで、まあなんとかなるでしょう。本当に前回は風がめちゃくちゃ強い猛吹雪の日に来ましたからね、寒いし雪はすごいし、ここ歩くだけの一苦労でしたけどね。ということでここですね、こっから入ってお風呂ゆっくりしたいと思います。まあ、列車が1時間後がまあ一番適切であろうという感じなんで、1時間ぐらいでパッと入ってそれでパッと上がろうかなというふうには思っております。ということでお風呂さっぱりしまして、そろそろ電車の時間になりましたんで駅の方に行って電車を待ちたいと思います。ちょっと雨の勢いも強くなってきましたんで、わあ、浅虫温泉も晴れた日の日中にまたなんかゆっくりこの辺のんびり歩いてみたいですね。温泉とか道の駅の目の前が海になってて結構海の眺め良さそうなんですよね。まあ、その辺もちょっといろいろと楽しみにしたいんですけれども、いつもタイミングがここになってしまうというのはあまりよろしくないです。さあということで浅虫温泉駅に到着です。国鉄時代はここも特急停車駅でしたからね、結構駅舎が立派ですよ。ということで再び青森に到着です。なんか最近はねこの北海道北東北の縄文遺跡群世界文化遺産に登録なんたらかんたらっていうのは函館近辺と青森近辺は結構こういうので盛り上がってますよね。じゃあ今の時間がだいたい9時ぐらいで、それでちょっとここで夕ご飯にしようかなと思います。まあ、ラビナはもう閉店してしまいましたんで、まあ、別なところで何か食べようかなと思います。となると駅前の営業してるお店をちょっと探すということになるとは思うんですよね。
だから青森らしい食べ物、まあ、ご当地グルメとか郷土料理とか呼ばれるものもちょっといろいろ調べてみたんで、そういうものも食べれればいいんですけれども、なんかそれでちょっと予算が取れないんだったらば、まあ、ガストに逃げるという手もなきにしもあらずという感じです。駅前のこっちの方は あんまり開いてないですね。一軒だけ開いてるお店がありますね。ここに茜屋さんっていうお店、ちなみに今だいたい9時ぐらいなんですけどね、青森駅前ですらこう9時前でだいたいお店閉まっちゃうというのがなかなかきついところはあります。まあ、やってるところやってますけどね、マスノスケさんとか、ここはね魚介類があるんですけども美味しそうなんだけどちょっとお値段が張るんですよ。それから吉野家、まあ、こういうところはやっぱり強いですよ。0時ぐらいまでやってるみたい。やっぱりなんか地元のものを食べれれば地元のものを食べたいなと思うんですけども、あそこには大戸屋がありますけど、あれはやってんのかな。ちょっと渡ってきました。新町も新町通りのアーケードまだまだ続くんですけども、とりあえず一旦駅の方に戻る方向で行きたいと思います。あんまり向こう行くとまた駅から遠くなるんで、戻ってくるのがめんどくさくなるんですよね。やっぱりですね、居酒屋とかはやっぱり結局トータルで高くついちゃうんですよね。まあ大戸屋とかにしますか。郷土料理 ご当地メニューはちょっと諦めて大戸屋にしましょう。ちょっと傘があれですけど、結構ね野菜多めのメニューがあったんでそれをいただきました。もうなんかだんだん年取ってきて、なんだ健康に注意しないとなんか早死にしそうで怖いというような、そんなような年になってきましたけれども、まあそれはともかく雨はちょっと小降りになってきたので、まあ今日この後弘前行きますけども、弘前着いてからもそんなに盛大に雨が降ってなければいいですけどね。すっかり青森駅も新しくなりまして、まあこの先しばらくの間はこれが青森駅の顔ということになるんですよね。でお店が閉まった後はどこから出入りするかなというふうに申しますと、ここの明るいところがあるんですけども、ここが青森駅に直で行ける通路になってます。ここですね、青森駅自由通路。若干早いんですけども、なんかそろそろ来るらしいんで弘前行きが、乗っちゃいましょう。あ、今のところまだガラガラですね。これからお客さん増えるのか、それともまあこんなような感じで弘前まで行くのかちょっと分かんないですけども、ということで終点の弘前に到着しました。お迎えには貨物列車がちょうど今出発しようとしてますね。でもうですね、時間は11時20分になったんで、もう早いところ宿に行って今日はゆっくり休みたいと思います。あ、そう、動画の編集もちょっとしなくちゃいけないしね。今年の桜見区はこんな感じですよ。いいですね。弘前城のある方の反対側の今出口に行きました。こっちの方が多分宿行くのに近いと思うんで、今日は青森をお昼スタートしまして、で五所川原とそれから浅虫温泉とこの2カ所行ってきました。ということで、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。本日もご視聴いただきましてどうもありがとうございます。では明日は弘前からスタートです。まあ、1日弘前回ろうかなというふうに思ってます。では今日もご視聴どうもありがとうございました。おやすみなさい。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。